この美しき妻の生き方という丸山先生の本があるというこのタイトルを聞いただけでもうすでにわっこれは、うん、これはまずい、まずい、まずい。読んで実際読んでいくとなかなか読み進まなかったんですよ。一個読むと、うん、もう一個講話を聞いたぐらいの一項目重さで、本の5本の紹介の文章のところに本当にこう真に幸福になる立派な鍵を差し上げますと、この鍵で夫のすべての良さを一度に開けることができます、だからなんかプラスになることが行動レベルで、うん、妻としてっていうのでなんかあるんだろうなっていう、そのまあでも一番いっぱい書かれてることとしては素直にこのはいという実践をするということですよね。何でもかんでもはいなのかっていうそういう切り口から見るとこう防御反応が出たりっていうのが普通なんですけれども、まあはいっていうのは 100% 相手の言いなりになりますという宣言ではないよね。だからあなたがそう思ったと、あなたがそう考えてるっていうことは私はキャッチしましたという表現としてはいと言えば全部はいと言えるんだよね、うん、だけどそこにジャッジが入るわけじゃない、それは間違ってる、あ、それはあなたのおっしゃる通りですってジャッジを入れるとはいと言えたり言えなかったりする、ね、あ、私も同じ考えです、あなたの考え僕私も正しいと思います、その通りですねって言ったらはいという、ね、あなたの言い分はちょっと私には承服しかねます、ね、そうしたらはいと言わないと、ほらはいと言える言えないが分かれるっていうのはジャッジが入ってるか入ってないかだけなんですよ。